関西名門の正司会所属、9戦全勝の NJKF フェザー級王者半田和葉。今年2月に NJKF フェザー級王座を獲得した弱冠19歳の若きチャンピオン半田が迎え撃つ相手は、ムエタイの名門フェアティックスジムが送り込むムエタイ戦士、コブシットサンライズフェアティックス。18歳にして戦績は50勝以上。ライズ7月大会ではライズフェザー級王者花田元親を膝蹴りで流血 TKO 勝利、戦慄の日本デビューを飾った。ライズの王者を破ったムエタイ戦士にどう立ち向かっていくのか。距離感がうまくて、なんですかね、やっぱあとサウスポーですね。ここら辺を気をつけてやっていけたらなんとかなるんじゃないかなと思ってますね。対人なんでうまく逃げられそうなんですけど、それをどうにかして打ち合いに持っていけたらいいと思ってますね。 NJKF 王者として地元で勝利を飾ることができるのか。打ち合って面白い試合をしたいんですけど、まあとりあえずなんとか勝てたらいいなと思ってますね。ウエストジャパントップチーム VS ホースト選抜海外トップファイター1フェザー級半田和葉 VS コブシットサンライズフェアティックス。